コズミックイラの歴史、ユーラシア西部、ドイツのベルリンだね。地球連合軍のデストロイガンダムとの決着ね。状況はブレイクミッションの時と変わらず？データを見る限りはそうだね。ただ前回失われていたデータは全て元に戻ってるよ。第2次夜勤ルーエ攻防戦の英雄キラ・ヤマト君のフリーダムガンダムね。それにザフト軍の強襲揚陸艦ミネルバもね。つまり向こうのエースパイロットが出てくる。確かシン・アスカ君、彼がデストロイガンダムのパイロットエクステンデッドの彼女と知り合いなのよね。そう、連合軍第81独立機動軍ファントムペイン所属、ステラ・ルージェさんのね。地球連合軍の強化兵とザフト軍のエース、敵対する組織同士の共感、あの時と同じね。宇宙世紀のティターンズとエウゴ、これも意図的に用意されたブレイク現象なのかも。ともかくこれで役者は揃ったよ。ステラさんの上司ネオロアノーク大佐も出てくるはず。そして私たちがやるべきことも決まってる。行きましょう小隊長。ベルリンの街は、はデストロイガンダムの仕業だね。やっつけなきゃ。怖いもの全部。さまざまな人間の思惑が絡み合うのが戦争だ。何と戦うのか見誤るなよ。血のバレンタインみたいな悲劇は繰り返させない。ベルリンの街がこんな。キラ君、私たちも協力します。小隊長さん、ザフト軍の強襲揚陸艦ミネルバが接近中。連合と敵対してるけど私たちの味方ってわけじゃないのよね。敵というわけでもないんです。少なくとも今はまずはモビルアーマーを止めないと。ミネルバにはアスラン君もいるんだけど、前の戦闘で蒸気が切り刻まれちゃって。彼が出られないってそういうこと？まさか怪我してるの？大丈夫、アスランは無事だよ。よかった。でも間もなくベルリン市街。ミネルバの動きはまだないけど、連合の方はファントムペインの隊長機が出撃したよ。確かロアノーク隊デストロイの援護に出たのかしら。やるな。敵をここで食い止めるんだ。なかなか心強い。そこ行け。くらえ！青き正常なる世界のために。まだなのか。じっとしていろ。これで。ああ、フリーダム。ち、あいつら。なんて大きさだ。こんな怖いもの全部なくす。気をつけろステラ、そいつはフリーダムだ。手強いぞ。なんだろうと私は。そうだステラ、出ないと怖いものが来て私たちを殺す。ああ怖い。ステラを戻って。僕はどうすれば。ネオ大佐からの指示を遮断しないとあの強行は収まらない。うわぁ！くそ、どうしてこんなことを。あ、デストロイガンダム、すごい耐久力。陽電子リフレクターに加えて特殊装甲の関係でビームが効きにくいんだよ。小隊長、リグザムが殺
コガンダムとの戦いを思い出して。みんな消えろ。こんな無意味な破壊やめろ。やめるんだ。くそー、やらせません。フリーダムめ。なぜネオの邪魔をする。怖いやつ、消えろ。本気だと。こんな、行け。落ちろ。殺してやる。当たれ。で終わらせる。そこ、なかなかいい腕だな。ザフト軍のモビルスーツ、こちらに接近中。すごく速い。あれは確かインパルスか。ステラ、焼き尽くす全てを。何なんだよこの化け物は。このどうしてこんなことを。なんでそんなに殺したいんだ。てい、くそ。今の動き、彼はもうここまでの力をつけている。こいつさえ落とせば。やめろ坊主。な、何を。あれに乗っているのはステラだぞ。何をやっている。的になりたいのか。インパルスのパイロット俺だよステラ。わからないのか。いや、死ぬのは嫌。怖い。ネオ大佐はどこから通信を。上空で制空権を抑えながら指示を出してる。どうにかして無力化しないと。当たれ。全部落下。ちょっとしていられるんだ。本気だと。さすがだな。そこだ。まだなのか。死んじゃえ。ザ、その程度。ザッ、これはどうだ。それはダメ。怖い。あれいいんだもん。なんで。そうか、そこだ。何。うわ。ネオ大佐さんのウィンダム、撃墜を確認したよ。これで。やめるんだステラ。ステラー、デストロイの暴走が止まらない。機体を無力化しないとダメなの。くそ、もうやめろ。何も知らないで。あんたたちは当ててやる。やるな。もちろん。ステラ、俺だ。死んだよ。ステラは俺が守るから。死ステラ守る。ブロックバードの対になる言葉。止められるのかこのモビルアーマーを。なんだお前は。お前が敵。私たちを殺す敵。え、ネオ大佐さんを撃墜したフリーダムガンダムはまさに彼女たちを殺す敵そのものなんだよ。フリーダム？なんだよそんな。なんでこうなること知ってたの。さくら、これが正しい歴史なんだよ日の姉さん。このお前。やめるんだステラ。ステラー、この盾は腕が終わりはしない。やるな。当たれ。直撃させる。当たれ。やってる。意外とやるな。くらえ。その程度。さすがだな。触れちゃえばいい。そこ、こちらか。腕のいいパイロットだ。ガー、当てる。これはどうだ。行け。やってる。直撃させる。
やめろ、もう。ステラ、どうしてこんな。ステラ、守るって、好き。ステラ、お疲れ様、小隊長さん、犬姉さん。あの結末は史実の通り、気を落とさないで。こんなのあの時と同じじゃない。フリーダム、インパルス、そしてデストロイ、ガンダムが関わる歴史は変えられない。あの後キラ君とシン君はどうなるの？最悪の方向に進んじゃうんだよね。デストロイと敵対したフリーダムガンダム、キラ君に対してシン君の敵外心は限界にまで達しちゃう。あんたがステラを殺した、止めようとしたのに。でも彼女は錯乱状態だったのよ。実際フリーダムガンダムの姿を見ただけで。そういう理屈じゃないんだよ。シン君は全対戦のオノゴロ島攻防戦で理不尽に家族全員を失ってるから、なおさらね。理屈じゃないから納得もできない。だから戦争は終わらないということなの。ブレイク現象によってはまた彼らと会うこともあるかもね。多分運命のガンダムに導かれて。ガンダム、宇宙世紀とコズミックイラ、異なる歴史で類似した避けられない悲劇。私と小隊長はそれを管理システムに意図的に見せられている。星のクズ作戦、歴史を変える一撃を見届けに行くんだね。どうやっても落ちるのね、コロニーは。何度も言ってるけど、コロニー落下を阻止することが私たちの役割じゃないからね。分かってる。トゥルーの状況は？ブレイクミッションの時ハーメスがいたことも気になるし。阻止限界点を超えることは変わらないよ。今回はウラキ中尉とガトー少佐の戦いに立ち会うことになるかな。ただ揃ってる各種データがどうにも怪しいんだよね。トゥルービッション、宇宙世紀 0083、 トゥルービッション。ブレイクミッションでもないのにどうおかしいの？実際に戦う小隊長にとっては死活問題よ。それは大丈夫なはずだけど、噛み合わせというか、なんというか。もうさくら、しっかりしなさい。実は全部のデータに異常があるんだよ。ブレイクミッションでハーメスが静止データまで破損している可能性があると言ってたけど、それね。でもバグってるデータなのにどうしてトゥルーミッションとして成立してるの？ユダ、止まるよりはいい。ユダ、それも含めて確認しないと。そんな状態で史実を成立させる、小隊長、ヘビーなミッションになりそうよ。ウラキ中尉は戻ったの？ユノ姉さん、あれ
去った連邦に属さねば貴様も苦しむことはなかったろうに。アイスユートが加藤、ここで決着をつける。もはや語るまい。さまざまな人間の思惑が絡み合うのが戦争だ。何と戦うのか見誤るなよ。血のバレンタインみたいな悲劇は繰り返させない。外部ユニットは壊されたけど、試作3号機は無事ね。いや、おかしい。アームドベースオーキスが機能してなかった。武装コンテナのブースター、ビームを防ぐアイフィールド発生機も全部。本来の歴史と状況が違うってこと？阻止限界点を超えた今、この近くにいるのはウラキ中尉のアルビオン隊だけのはず。でもサラミスやムサイは展開してるわよ。史実通りなのはソーラシステム2が損傷していることくらいなんだよ。静止データにも影響があるっていうのはこのズレのことなのね。このままじゃソーラシステム2の照射からウラキ中尉さんは逃げられない。え？あれってもう損傷してるって。残ったミラーからもう一射来るんだよ。盾になってくれるアームドベースがもうない。じゃあ私たちが注意を連れて脱出しないと。小隊長さん、駆け抜けるよ、この嵐を。調査の邪魔はさせん。すまない、援護を頼む。増兵どもがどれほど出ようと物の数ではない。注意さん、無理はしないで。デンドロビームじゃないんだよ。ここで引いたら負ける。前に出るんだ。己、このアナベルガトーは3年待ったのだ。貴様たちのような分別のない者どもに我々の理想を邪魔されてたまるか。ジオンの魂を具現化したこのノイエチール、連邦の期待ごときに押されません。こんなところでもたもたしてはいられないんだ。ソーラシステム照射までに離脱しないと。急いで。これはどうだ。この程度当てる。やるな。なかなかいい腕だな。気合だけでは勝てんよ。やるな。邪魔すな。当たれ。とっておきだ。もらった。やあ、うん、我々はスペースノイドの真の解放をつかみ取るのだ。地球からの悪しき呪縛を我が正義の剣によってな。それがこんなやり方だなんて。一体どれほどの犠牲が出ると。我らの大義の邪魔立てをする者は排除するのみ。どんな理由でもどんな大義でも人を死なせて何の正義だ。もう貴様などに話す舌を持たん。戦う意味さえ返せぬ男に俺は決着をつけるまでお前を追い続ける。しかし私の勝ち戦に花を添えるだけだ。そして貴様に話す舌など持たぬと言ったはずだ。これはノイエジール、だいぶ損傷してるよ。でもここで勝ってもコロニーは落ちる。満足だろうなガトー。これ以上やらせるわけにはいかない。こんな殺したから殺されてみたいな戦いをいつまで続けるつもりなんですか、ガトー少佐。戦いの始まりは全て怨恨に根ざしている。当然のこと。減らず口を。しかし怨恨のみで戦いを支える者に私は倒せぬ。私は義によって立っているからな。歯車となって戦う男には分かるまい。もう以前の俺じゃない。当てる。なかなかやるじゃない。そんな動きで全力で行かせてもらう。かわせるか。やるな。まだやれるぞ。
直撃させる。負けられないんだ。当たれ。やるな。そこだ。まだやられるわけにはいかないんだ。たーディアーたーディアー気迫のぶつけ合い。でも今の試作3号機じゃ裏木注意はモビルアーマー相手じゃどうしても力負けする。小隊長さん、その分は手数で補って。こいつでどうだ。おとなしく沈むがいい。そこ。ことを成し遂げてこそ我々の後に続くものが生まれる。私は星のクズを完遂する。こう裏木、やらせはしない。ガトー裏木注意、もう時間がありません。離脱するため決着を。空に眠るジオンの英霊よ、私に力を貸してくれ。ここから先には行かせない。かわせるか。バカ掃除というものやるな。この程度直撃させる。やるな。いくぞ。当たれ。もはや誰も止められんのだ。ガト、私はただ駆け抜けるだけのこと。何？ガト、我々の真実の戦いを後の世に伝えるために。ガト、チュイさん、おっちゃだめ。もう時間がない。ブレイクアウトするよ。後の世に戦いを伝える。その集積データが G ユニバース。新たな舞台の幕開けになるか。ブレイクアウト成功。自動修復モードアクティブ。時系列が完全に壊れてたけど自動修復で大丈夫なの？ユダン、安心しろ。ユダン、自動修復モード終了後トゥルーミッション再登録。起きた事象を正しく再配置するって感じかな。ウラキチュウイとガトー少佐、二人の戦いはこの後も続くの？ううん、決着はついたよ。正確にはもう永遠につかないと言えるかな。どういう意味？ガトー少佐はアクシズ先遣艦隊、後のネオジオン軍と合流するために去ったんだよ。連邦艦隊の包囲網が完成した後にね。そして残った友軍機と共に正面から特攻した。ウラキ注意と戦うためにコロニーに残った時点でもう覚悟はしていたのかもしれないね。いいか、一人でも多く突破しアクシズ艦隊へたどり着くのだ。我々の真実の戦いを後の世に伝えるために。そんな、それがガトー少佐の最後。それじゃウラキ注意は？核攻撃用の機体を含んだガンダム開発計画の記録は全て抹消。つまり存在しないことになったんだよ。だから注意さんの戦いはなかったことになった。試作2号機強奪から始まったアナベル・ガトー少佐との因縁もね。それが生死なの？この G ユニバースじゃあるまいし、記録を消したからって事実が消えるわけじゃ。それが正しい歴史とされていくんだよ、宇宙世紀ではね。歴史の改ざん、そんなことが許されるの？兵士たちの戦いはなかったことにはならない。理不尽な歴史を変えること、それはそんなにいけないことなの？